はい、皆さんこんにちは、ヌシエンです。今日もですね、ウマ娘プリティダービープレイしていきます。で、今回もまたまた検証動画なんですけれども、何を検証していくかというと、先月のパカライブ TV ボリューム12でですね、一部の悪いコンディションについて、夜更かし気味、怠け癖、偏頭痛、これらのバッドステータスが付与される確率が低下されますと。で、かつ付与された時のやる気ダウンを削除しますっていう風にアップデート情報があったかと思うんですけれども、これ本当に付与される確率が低下されてるのかどうかっていうのをちょっと気になりましたので、実際に育成して検証してみました。先に結論から申し上げますと、確かに付与されている確率は低下しているなと、まあ、体感ではありますけれども思いました。ちょっとご覧いただきたいのが、こちらですね、バステ発生確率ダウン検証結果1ということで、50回育成して各バッドステータス、バステが何回発生したかを数えてみました。結果ですね、バステの付与回数はトータルで4回のみでございました。で、条件として最終目標まで至らなかった、育成に関しては除いております。夜更かし気味、これが50回中2回発生しました。怠け癖はね、0回でしたね。まだかまだかとね、逆にそのこっちがその育成しているときに怠け癖早くつかないかななんていう風に思うくらいに、発生回数がまあ少なかったというか、ゼロで、結局ちょっとね、確認できなかったんですけれども。で、偏頭痛はですね、発生回数2回、これは夜更かし気味と同じでした。まあ育成回数が50回とまあ少ないのでね、まあその参考程度にしていただきたいんですけれども、アップデートする前のバステの発生確率って私その数えてないので、どれくらいだったかなって、もうこれ体感でしか覚えてないんですけれども、だいたい1回育成したら1回はバッドステータスついてたような気がするんですよね。まあもしくは2回中1回は必ずついてたような、そういう体感があります。なので実際に確かに減ってったと思います。まあそうじゃないとこれ運営が嘘ついたってことになるんで、まあ私がただ単に信用してなかっただけではあるんですけれども。で、一応参考なんですけれど、バッドステータス引いてしまった時に、まあ皆さん保健室行って解消しようとするわけですけれども、その保健室に行って一発で治った回数ですねを数えてみた結果ですね、2回でした。で、4回バッドステータスを引き当ててしまって、うち2回しか一発治癒できなかったっていう、そういう結果も出ましたね。できればバッドステータス引き当てちゃったら全部1回で治せるようにしてほしいっていう、わがままかもしれませんけど私はそう思います。はい。で、続いてですね、バステ発生確率ダウン検証2ということで、今度は各バステどの時期に何回発生したかというのをまたこれ、検証してみました。夜更かし気味はジュニア級とシニア級で1回ずつ、偏頭痛はクラシック級とシニア級で1回ずつ発生しました。怠け癖は1回も起こらなかったので、まあどの時期でも0回となっていますが、これまあこれだけ見ると、夜更かし気味も偏頭痛もシニア級では必ず1回発生していたということになるんですね。やっぱね、シニア級で発生きちゃうとね、そのバッドステータス引いちゃうとまあ苦しいですよね。ジュニア級とかクラシック級の時に来てくれるならまだしも、シニア級で来られちゃうと、これからじゃあ仕上げていくぞっていう段階じゃないですか、シニア級の、ね、育成の時期って。その時にこれ引き当てちゃうと、まあ、イラついちゃいますよね。ちなみにですね、一度の育成で、異なる2つのバッドステータスを引き当てたってことはないですね。必ず、1回の育成で、1個だけバッドステータスを引くっていう結果が出ました。で、続いてですね、やる気ダウン回数、検証結果ということで、これ、1ですね。ということは、2があるわけなんですけれども、これはですね、一度の育成で、やる気が下がった回数を集計してみました。まあ、ついでって言ったら変ですけれども、やる気がダウンした回数も、集計しました。で、結果ですね、50回育成して、やる気ダウンが起きたのは100回起きました。で、これもまた、最終目標までいけなかった、目標未達成で終了してしまった場合は除いております。ね、除いた上で50回ってことなんですけれども、じゃあそれぞれ、項目を見ていきましょう。一度の育成でやる気ダウンが1回も起きなかった時っていうのは2回
だけでしたね。で次1回だけだったのが21回、2回の時は11回、3回起きたのは11回、4回起きたのは3回で、5回もやる気がダウンした、時は2回でしたね。ということで、まあ、割合で言うとこの赤で示したように、1回の育成で1回だけやる気ダウンしたっていう時が一番多かったですね。いやー、これ皆さんどう思いますかね。やっぱり1回育成して1回はやる気ダウンすることって普通にあると思うんですよ。大体っていうか、もうほとんどあると思います。ちなみに6回以上やる気がダウンした時は、50回育成した中ではありませんでした。まあ人によってはね、6回もやる気ダウンされたと、もうイライラしまくったっていう、そういうトレーナーさんもいるかと思いますが、私が50回育成した中では起きませんでした。うん、まあこれもあくまで参考として見ていただければと思います。今度やる気ダウン回数検証結果2ということで、また別の方法で表をまとめてみました。これはですね、どの時期にどれだけやる気が下がったかっていうのを、またこれ、回数をチェックしてみました。先ほどと条件は同じです。でその100回のうち、どの時期にどれだけやる気が下がったかっていうのがこの表なんですけれども、ジュニア級にやる気が下がった回数は18回、クラシック級でやる気が下がった回数は38回で、一番多かったのがシニア級の時に、42回やる気が下がった。これだけやる気ダウンが発生してるっていうのはなかなか異常だと思うんですよ。ジュニア級の方がね、一番少ないっていうのも、まあ別に意外でも何でもないかなって個人的には思います。まあ、ちなみになんですけれども、一番ひどかったのはですね、1回の育成で夜更かし気味が1回来て、でやる気ダウンが5回来た時ですね。つまり計6回そういうバッドステータスっていうか、まあ嫌なことが起きたっていうのが一番答えましたね。しかもその時はですね、5回やる気がダウンしたうちの4回がシニア級で起きたっていうのがありまして、マジでね、本当にスマホ投げてやろうかって思いましたよだってさ、シニア級で4回もやる気ダウンされてみてくださいよ。もうあまりにも下振れしちゃってさ、もう全然強い馬娘が作れませんよ。続いてですね、これ実は丸3も用意しました。また別の、観点で、ちょっと回数をまとめてみたんですけれども、今度はですね、やる気ダウン回数検証結果丸3ということで、やる気が下がった100回のうち、レース直前とレース直後に発生した回数をまたこれ、カウントしてたんですよ。で、まあ、さっきと条件同じなんですが、一つプラスとして、目標外レースに出走するときに発生した場合は除いてます。まあだって目標外のレースに出るとき、まあその時ってレースに出ないっていう選択肢もあるじゃないですか。本当はこのレース出たいんだけど、目標じゃないレースに出たいんだけど、でもやる気がダウンしたから保健室行くっていう、そういうパターンもあると思うので、それはカウントしてませんよっていうことです。で、結果ですね、レース直前に起きた回数13回、レース直後に起きた回数8回ということで、100回中なんと13回もレース直前にやる気が下がったということですね。これ異常じゃないですかこれこそ異常ですよ。だってレース直前にやる気が下がるってことは、それ言い換えればやる気下がった後すぐレースだから保健室行けないじゃないですか。やる気下がったまんまレースに突入することになるわけですよね。それってもうどうしようもないじゃないですか。あまりにも運が悪いっていうか、これはひどいと思いますね。こんなもんなのかなって思うけど、でもさ、レース直前のこの13回ってやっぱ多いですよね。せめて半分ぐらいにしてほしいね。てか個人的にはない方が嬉しいんですけど、まあこれあくまで参考として皆さん見ていただければと思います。でおまけです。ここからはおまけなんですけれども、パカライブ TV ボリューム12で発表されたアップデート情報の中に、温泉旅行券の当選確率もアップしますよっていう風にアナウンスされていたのを覚えていますでしょうか。実際に温泉旅行券の確率本当に上がってんのかっていうのも検証してみました。でこれもさっきと同じ、まあ、50回育成した中で数えてみた結果なんですけれども、温泉旅行券50回中4回引き当てることができました。で1等は5回、2等は11回、3等は20回、
てティッシュが10回ということで、アップデート前の温泉旅行券の当選確率何パーセントだったのっていうのが攻略サイトに載ってまして、これゲームウィズさんからちょっと引用させてもらいますけれども、だいたい 4.8% みたいですね。うん、500回試してみて温泉旅行券を引き当てたのが24回、まあ私より10倍も検証しているので私よりかは信用できる数字だと思うんですけれども、まあそれでも 4.8% だって、通常時 5% だとしたらまあ 10% ぐらいにまでは引き上げられてたんじゃないかなと個人的には思いますね。まあ本当かどうかは分かりませんけれども、では皆さんいかがだったでしょうかね、皆さん温泉旅行にはちゃんと行けましたか？まあバス停の発生確率がダウンしたということで、まあ確かに育てやすくはなったかなと以前よりは思うんですけれども、それでもやっぱりやる気のダウンする回数っていうのはさほど変わってないとは思うので、まあ皆さんの育成中に受けるストレスっていうのは大して変わらないんじゃないかなと思ったり思わなかったりします。はい、動画としてはここで以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると非常に嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。